はい、スーツ神社の皆様、こんにちは。今回はね、皆様に数件ほど話したいことがあります。皆様ね、いつもスーツ交通並びにスーツ旅行、スーツ背広とご視聴になってると思います。まあ、信者と言い方も当時今の藤田博人氏というあのスーツチャンネルのね運営者はあんまり良いと思っていないと思いますが、わかりやすくスーツ信者という言い回しで言い寄せていただきます。まあ、いわゆるスーツチャンネルの固定の、そうですね、視聴者ですね、固定した視聴者が、まあ通称スーツ信者といろんな他のチャンネルから言われますね。まあ多分皆さんね、スーツ交通、スーツ旅行、まあスーツっていう、まあ、通称藤田博、本名藤田博人氏を知ったのは皆様いつ頃でしょうか。まあ私は彼を知ったのは約5、6年前、いやもっと前かもしれない、7年ぐらいか、6、7年前ですね。まあまだ2018年、日本がまだ平成と言われてた時代、まあそれからね、私は知ってました。ね、まあ当時の彼はまだ5万人ぐらいの YouTuber だったかなという印象はありまして、まあ最長福切符終わってってぐらいの頃だったかな。そんな記憶をしております。その頃の彼はね、早口で言い回すのがチャンネルの売り的な感じでね、やっておりましたね。全然あの時の勢いはね、あの時の面白さっていうのは、今になってすごく良いなと思うところはいっぱいありますが、今はね、なんかそれが抜けてましたね。まあ方針が変わったんでしょう。ですがね、まああの頃のね、視聴者、あの時はなんだ、他のチャンネルね、宣伝してもらってると、宣伝お願いしたりとか、結構活発に動いてたという印象はあります。ですがね、今はそういう雰囲気もなく、もう王者感を示してるというのがね、ある意味彼の成長が止まったのかなと思いました。でもあの彼の戦法はもう無理じゃねえかと、それについてはもう私は散々言っておりますが、私も、まあ、皆様ね、今 YouTube、あの、彼、多分言うて、あの、日本全国の自治体行ってないですよ。JR も全線乗ってないと思います。話変わりますけどね。昔は、いかにも鉄道オタクですって言ってますが、全然そうじゃないと思いますね。実際に彼は、全線乗ってないのかというと、本当にそうだと思います。ちょっと一例あげます。JR、ちょっとそれ、場所も場所でマイナーすぎると思いますが、宮崎県の日南線ですね。あれ、彼、乗ってます。乗ってはいるんですが、途中の青島駅までしか乗ってないんですね。YouTube 上に乗ってるのはそれだけで、もしかしたらそれ以降は乗ってるかもしれませんが、動画に上げてない以上ね、多分あれより先は乗ってないなと、思います。だから、それで、あと、多分一度も見たことないのは、それと関連しますが、宮崎県の日南市とか、串間市に訪れた形跡はないです。串間は私は通っただけはあります。鉄道でね。なんで日南線で。彼がやってない日南線をね、私はやりました。昨年ですよ。まあ、正直言うと私は2度目でしたけどね。動画にしたのは初めてですけど、まあ私は実際に乗ったのは2度目ですよ。全線上昇。彼は、一度も達成してません。あとはね、一つ皆様ね、多分思ったると思いますが、
まず彼はね、コメント見ません。多分。見てるかもしれませんが、見てますが、全部のコメントほぼ見てません。正直彼にとっても、多分視聴者の感覚というのがね、まあコメントの内容で、多分思ってんですよ。何をかと。俺とレベルに合ってねえと。そうです。だからめったにね、だから皆様ね、気づいてほしいんですが、スーツ万歳、スーツ万歳ってやってる方々、それただ高評価の集めじゃないかと、私は思うんですね。たまにスーツ氏のね、まあ旅行でも交通でも、背広はやったかな、でも一応たまに私コメントしますが、素直な感想でね、私コメントします。はい。素直な感想ですよ。皆様は実際には、スーツ真珠だから皮をかぶって、それもスーツ大好きなお面っていうね、感じで、皆様やってると思いますが、彼、絶対見ませんし、実際には私はこう見えます。高評価集め。それなおかつ、高評価集めで彼にとってもいい戦術かというのかもしれませんが、いかにも信者を、私は信者ですっていうのが上に上がってきます。じゃあもし、そんな信者だらけみたいな、いかにも信者ですっていう方がね、いっぱいいましたらね、外のあのスーツを知らない、まあ一部のね、鉄道ファン歴代は除いて、鉄道にはそんなに興味ない。まあ、旅行も今はちょっと値段が高いと。まあ、動画見ようと。なんだこいつはと。そうなんですよね。コメントの質。それはね、あのチャンネルの評価に出てきますよ。今の時代は本編動画を見ず、コメントだけで済ませてる方だっているんじゃないですか。私も、たまにしますね。まあ、特にメディア系の、メディアっていうのが、まあ、マスコミですね。まあ、日テレのニュースや FNN、本編動画見ません。広告で一時停止して本編再生しません、まず。する必要がないなと思ってますから。で、コメントで、だいたい情勢は読めます。だってメディアの情報、だって他から入手できるじゃん。まあ、マスコミはね。マスコミ以外は取れませんけど。でも大体ね、言ってる内容もう分かっちゃうんですよ。コメント読んじゃえばね、もう大体全部分かる。まあ私のチャンネル一切コメントね、来ないんで、内容は分かりづらくなってますけどね。ある意味コメント停止した方がいいんですよ、スーツさんも。ね。まあ私は、まあそれで、多分この動画もわざとコメント停止します。内容分からず。わかりにくくするためにね。コメントで答え言っちゃってるもん。ネタバレですよ。みんな嫌われるのはあれじゃないですか。新作漫画のネタバレ、新作アニメのネタバレ、新作ゲームのネタバレ、どうですか？コメントでわかっちゃうんですよ。本当にスーツ信者なら、最初から最後まで見なさい。私は毎度見てますよ。最近はちょっとね、本編動画、長さがちょっとね、長すぎ。スーツ氏にも言う。あれは長すぎだ。私の場合は、まあ言ったら細かく切った方がいいよ。あれは本当に。第1版、第2編、第3版、なんか、前編、中編、後編みたいにした方が、絶対そっちの方がいい。長えわ。長え。わざわざあんなずーっと見てる暇ないわ。まあ、それは皆さんもね、ある意味、これ私の暴言に見えますが、これはね、私から見た、これ事実の風景でありますからね。何卒皆様ね、お気をつけて、お気づき、気づいて欲しいなと、私は思います。で、あとまずスーツさんの、コメントは多分全部、まあ、一応コメント量が多いから、まず全部は見れない。それはわかりますけど、提案してきてる人もたまにいますからね。
まあ、私の場合、まず提案されることはまずないです。今までね、正直何回やったかな、過去に提案されたのないな、本当にないんですけど、たまにここ行ってくださいっていうのは、まあ、スーツさんチャンネル見ると結構ね、そういうのありますね。ですが、まず行きませんよ、彼は。お金にしか興味ないですからね、彼は。まあ、儲かるか儲からないかの動画ですから。で、私は思ったんですよ。じゃあ、儲からない動画をどうやったら回収できるのかと。ふと気づいちゃったんですね。スーパーチャットとか、サンクスとか、あれ使えばいいじゃんって。でも、儲からないなら、ね？まあ、お金、まあ、そのど、まあ、いわゆる、そのネタをやりますから、お金くださいと。で、お金回収しちゃって、まあ、自分でね、まあ、いわゆる、行った先、まあ、列車賃、まあ、そのね、企画の道中の列車賃とか、まあ、往復のね、移動費、まあ、交通費ですよ、仕事でいう。交通費。まあ、あとコストですね。それをにかければいいじゃんと。まあ、利益は本当にないですよ、そうするとね。実際はね。そうすればなんかね、まあ、その視聴者、まあ、要はコメント下の視聴者の、期待、まあ、期待通りになるか、ちょっと厳密にわかりませんけど。でも、やってくれたってことは、変わりはないですからね。一人一人の信頼も獲得できますから。どうですか？もう私はやりますよ。ですので、ちょっとお値段もありますが、でも、まあ、依頼されたら、あと料金もね、払ってくれましたら、さすがにね、やらないといけないんじゃないですか。私はやりますよ。まあちょっと、日程は難しいですが、でも絶対実行したいと思います。生きている間であれば。はい。ちょっとね、どぎつい話になりましたが、まあ、登録して6か、かでこれ、6年。旅行も結構初期の段階に登録した気がします。まあ、まだスーツ A、スーツ B だったっけな。その頃だったかな。名前変わったんだっけな。その直後かな。とりあえずね、まあ、結構彼のチャンネル割と知ってますから。まだあんな100万とか行く最近に登録したわけじゃないですかね。10万も行ってなかったですよ、私が見た時は。今や結構、私が見た時の、初めて、あの時見た時の、よりはもう20倍、3、20倍って言っていいのかな？ 20 倍ですよ。2倍じゃないですよ。2の10倍ですからね。20ですよ。変わっちゃいましたね。まあ、私はそれ、あのね、父ちゃんで、あの彼の動画を古くから、まあ一応見てますので。まあもっと古参はいると思いますよ。7年前、8年前という方もいると思いますが。まあ私は彼の動画を見て、こう思いましたということと、あと私なりの新しい YouTube の考え方、まあ、YouTube のやりの戦術、私が最初にやってみようじゃないかということです。ご視聴ありがとうございました。